アメリカ合衆国大統領。アメリカ合衆国大統領。アメリカ合衆国大統領。逆。は、アメリカ合衆国の国家元首であり、行政府の長である。現職は2017年1月20日より第45代、ドナルド・トランプが在任。アメリカ合衆国大統領選挙、以下、大統領選挙によって選出される。大統領選挙の非選挙権は、35歳以上かつ。 アメリカ合衆国国内における在留期間が14年以上で出生によるアメリカ合衆国市民権保持者である。この出生による市民権保持者とは国内で出生したためアメリカ合衆国の採用する出生地主義に基づき国籍を得たものかもしくは合衆国市民を両親として海外で出生したものである。すなわち生まれた時点において アメリカ合衆国籍でなければ大統領候補の資格がない。経過規定として、アメリカ合衆国憲法制定当時に合衆国市民であった者、13植民地当時からの在住者は格を得るとされていて、初代から第9代まで及び、第12代の大統領は、この規定に基づく有資格者である。このか、大統領選挙人が投票する際に、2票のうち、 少なくとも一票を他州の者のに投じなければならないという規定があるため、政府大統領候補が同じ州に席を置くと選挙時に問題が生じる。もっとも便宜的に住所を移動することが可能であるため、実際的な問題にはならない。アメリカ合衆国大統領は、アメリカ合衆国憲法第2条第1節の規定により、4年に一度、 国民の投票によって新しく選出、または再任される。修正第22条の規定により、二度を超えて選出されることは認められていない参選禁止。大統領選挙は、形式的には、間接選挙であり、選挙人員団によって大統領及び副大統領が、ペアで選出される、選制度となっている。ただし、一般有権者は、 政府区大統領候補者に投票するため、事実上直接選挙の性格も合わせ持つ。大統領は、アメリカ合衆国軍の最高司令官、コマンダーインチーフとしての指揮権、国家指揮権限を保持する。宣戦線布告は、議会の権限であり、軍隊を募集し編成することも、議会の権限である。しかし、今日では、議会による、宣戦布告を優長に待っていては先制攻撃が、 不可能になってしまったり、逆に敵対国から先制攻撃を受けてしまったりする危険性があるため、大統領はこの指揮権を根拠に先々布告なしで戦争を開始できることが慣例的に定着している。実際にアメリカ合衆国が先々布告を行ったのは憲法制定以後米英戦争、米北戦争、米西戦争、第一次世界大戦。 第二次世界大戦の5回しかなく、1941年12月7日、ハワイ時間の真珠湾攻撃を計に第二本帝国とナチスドイツ多数軸国側に対して行ったものが、現在に至るまで最後の正式な戦線復刻であり、朝鮮戦争やベトナム戦争など、以後の戦争では戦線復刻は行われなかった。これに対して議会は、ベトナム戦争における、 なりゆきによった拡大に対する反省から、戦争権限法を定めて、大統領の指揮権に一定の制約を設けている。なお、指揮権とは、少々外れるが、アメリカ軍の保有する核兵器の使用権限も大統領が保持しており、大統領が使用命令を出すことで、初めて核兵器の使用が許可されるようになっている。毎年1月下旬に、 議会で行われる大統領の一般教書演説は、アメリカの三権を構成するもののほぼすべてが、会員本会議場に集う一大イベントである。しかし冷戦竹縄の1970年代末、大統領府はこの一般教書演説時を狙った、東側諸国による首都核攻撃を想定、大統領権限継承者全員と上下両院の議員全員が、 一道に会することの危険性を有料し、ここを攻撃されると憲法が定める法的な大統領権限の継承者が解無となるばかりか、そうした憲法的危機を乗り越えるために必要な立法措置を取る議会や対策手段を公的に承認する最高裁までが一瞬にして消滅してしまう可能性があるからである。その結果、1八十一年の一般教書演説からは、 閣僚の大統領権限を継承者の一人を内密に指定生存者に指名し、そのものを首都ワシントンから相当の距離を置いた非公開の場所に当日は待機させる、まり隠すことにした。さらに、あくまでも想像上の事態であった攻撃だが、旧11テロ事件でアメリカ本土攻撃が現実のものになると2005年の一般教書演説からは議会も 各院で民主党と共和党からそれぞれ一人ずつ計4人の議員を指定生存者として一般教書演説の日は首都を離れさせ最悪の事態が起きた場合でも両院で議長と議員がいる連邦議会が生き残れるようにしたただし2005年から2007年において上院では大統領権限継承順位が3位の上院仮議長が 上院の指定生存者の一人となっており、これがこのまま慣例として定着すると、あえて閣僚の指定生存者を指名する、必要性が失われてしまう点が指摘されている。1947年は、大 A 条1項で、もし死亡、辞任、解任、執務不能などの理由により、大統領と副大統領の双方が、大統領の責務を果たし権限を執行できない場合には、 会議長が会議長と会議員を辞職した後に大統領としてこれを行うとした上でその次を上院仮議長その次からは内閣の閣僚を所轄省庁の設立年の古い順に並べ継承順位を第18位まで定めているただし外国で生まれて合衆国に帰化したものなど憲法で定める大統領の資格を満たさない者がこの順位内にいる場合は そのものを飛ばして、会の者の,の順位が繰り上がる。また、副大統領以外の者の,の地位は、あくまで職権代行者たるに止まり、副大統領のように大統領に昇格することはできない。大統領には、古くから英語を母語とし白人で、プロテスタントの男性が多く選出されてきた。しかし、1960年の大統領選挙でアイルランドにルーツを持つ、 カトリック信徒であるジョン・イフ・ケネディが当選したことで、そのルーツに注目が集まった。また、2008年の大統領選挙では、バラク・オバマが黒人として、初めてに大政党の大統領候補指名を受け、さらに当選を果たした。アングロサクソン系、ワスプというくくりで規定されることもあるが、イングランド系アメリカ人、アングロサクソン人以外にも、スコットランド人にアイルランド系アメリカ人、 オランダ系アメリカ人、ドイツ系アメリカ人、ギリシャ系アメリカ人であることが、苗字の綴りより、明らかなものも早い年代から当選している。不系でワスプに該当しない大統領は1837年に就任したオランダ系のマーティン・バンビューレンが皮切りである。先祖の出身国において、大統領当選が歓迎されることもある。例えば、 ドナルド・レーガンはアイルランドで大歓迎を受け、バラク・オバマは奴隷の子孫ではないもののアフリカ系アメリカ人や、その父故郷ケニアで歓喜に満ちていた。ちなみに多民族国家であるために、性のルーツも様々で、ブッシュはイギリス系、ルイズベルトはオランダ系、アイゼンハワーはドイツ系、レーガンはアイルランド系の性である。また初のアフリカ系であるオバマは、 スワヒリごけのルお族のせいである。特に規定はない。歴代大統領は全員が男性であり、女性大統領は未だに誕生していない。2016年にヒラリー・クリントンが民主党予備選挙に勝利し、女性として初めてに大政党の候補者指名を受け、一般投票では共和党のドナルド・トランプより多く得票したが、獲得選挙人数が少なかったため敗れた。 歴代大統領には連邦議会議員もしくは州知事を務めた人物が多く選出されている。また、共和党を中心に軍歴のある大統領も多い。しかし、第45代大統領ドナルド・トランプは長年実業家として不動産ビジネスを展開してきた人物であり、政治経験、軍歴ともにない初めての大統領である。また、十一歳での大統領就任は、 一期目としては、史上最高齢でもある。公務員として国から年間、約20万ドルの年金と、医療保険、公務出張費、個人事務所が提供される。なお、シークレットサービスによる警護は一生涯続く。大統領の呼びかけの故障は、ミスタープレジデント、ミスタープレジデント、逆故障は、さあ、さあで、大統領が、女性の場合は、これが、 マダムプレジデント、マッテンプレザデント、マーム、MAAM となる。ただし、女性大統領が誕生した例は、まだない。アメリカでは退任した大統領も、儀礼上は、生涯にわたって、大統領として接遇されるため、存命の前、元大統領全員が同様に、ミスタープレジデントと呼ばれる。また、11月初頭に、大統領選で当選した大統領候補は、 翌年一月二十日までの約二ヶ月半の間、ミスター・プレジデント・エレクト、大統領選挙当選者、次期大統領と呼ばれる。ミスター・プレジデント・エレクトは、儀礼上はまだ大統領としては接遇されないものの、この約二ヶ月半は、職務引き継ぎ機関として大統領に対するそれとほぼ、同じ内容の日例報告を受けたり、シークレットサービスによる完全体制の新編警護を受けるため、 事実上大統領と同格の扱いとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。